こんにちは、速稼塾の久保です。そして全国6億5000万人の麻生財務大臣ファンの皆さん、こんにちは。ついにやってくれました、麻生財務大臣。またバカな発言をしてくれましたね。今回はですね、この緊急事態宣言の中で、あ、コロナは収束したんじゃねえのみたいなこと言い出しましたよ。あ、どうなってるんですかね、この人の頭の中は。もうなんかいささかお年を召されて、この辺がちょっとね、前後してるのかもしれませんけどもね。いや、麻生財務大臣の発言をちょっとね、記事の方からご覧いただきたいと思います。こちらです。麻生財務省、コロナは曲がりなりに収束と発言。菅総理大臣を尊重ということで、これこのタイトルだけで全然筋が通ってないんですけども、あの曲がりなりに収束って何ですかね。あの収束ってそんなね、曲がりになって収束するもんじゃなくて、はっきりとはい収束しましたって気持ちよくなるもんじゃないですかね。で、今ね、あの東日本大震災って大きな災害やりましたけども、あれ毎日被害者出てますかね。もちろん残留したいろんな問題ありますよ。でもどうなんですかね。今東日本大震災の話題って出てないですし、東日本大震災の震災なんか警戒発動ですとかなってないと思うんですよ。まあ、ちなみに原発のね、なんか警戒態勢はまだ収束してないですよね。なんていうのか忘れましたけど、まあ、ああいったね、災害ってのは一定の収束宣言をして経済活動をまた再開するっていう流れがあったりね、保障問題をしたりとかあると思いますけども、あのコロナの曲がりなりに収束って何なんですかね。曲げてるのはあんたでしょうがって麻生財務大臣ね、言いたいぐらいですけどもね。はい。菅総理が自民党総裁選への不出馬を決めたことについて、麻生太郎財務省は7日の閣議後会見で、新型コロナウイルスの感染拡大は曲がりなりに収束して、国際社会の中での評価は極めて高いと思う。これは勝手に思うなってことですよ。どんな国際社会の評価だって。全うしたという思いが終わりになるのは確かだと。まあ、このね、菅総理がね、ものすごく休みなしにしっかりと仕事をしてくださった側面があるのは認めますよ。いろんな批判はありつつですよ。でも、麻生財務大臣がコロナが収束したとかね、言うのは、なんか全然お門違いっていうかね、それこそね、あの、分科会の尾身会長に言ってもらってください、そういうことは。ああ、コロナは収束したと見ていいんじゃないですかとか言えばいいと思うんですよ。あ、でも、どうなんですかね。医療従事者の方とかね、緊急事態宣言下で飲食店の時短営業を求められてる方に対して、収束したって発言どういうことじゃってことですよ。ね。で、麻生財務大臣は結局財務省の、言いなりになってね、保証しない方便を毎日毎日探してるから、いや、収束したから保証しなくていいでしょうってことが言いたい、その布石を打ったわけでしょ。ね。しかも、自分のね、部下たる、河野さんがね、河野大臣が、総裁選に出るのを応援しないとか言うわけでしょ。捨て台詞吐いて。もうあんたはいいんだって。もう、あんたもなんかね、なんすか、財務大臣長くやりすぎて、もう完全にね、金庫番になっちゃってるんですよね。まあ、増税も好きですしね。あ、ほんと、どしがたいとはこのことですよ。なんていうんですかね。まあ、数十年後、日本の歴史を振り返って、こんな人が日本をダメにした。トップ10の一番上に、この麻生財務大臣の名前が書かれるんじゃないですか。これでもね、野党時代はね、国民に受けのいいことばっかり言ってたずるい人なんですよ。うん、それがね、こんな人間になってしまうわけですから。いい歳してね。それこそ、半沢直樹に、倍返ししてもらいたいですね、こういう人はね。3人まとめて、1000倍返しだみたいなね。もう記事を読む気がなくなりましたんで、あとはね、動画概要欄に記事をコピーペーストしていきますので、皆さんで読まれてください。まあ、とにかくね、麻生財務大臣。なんでこんなにしょうもない人なんですかね。早くどうにかなってくれと思いたいことでございます。曲がりなりに収束。曲がってるのはね、お前の根性だと。言っていただきたいと思います。それでは、いってらっしゃい。